はいどうもお疲れ様です。 TIE ルーでございます。というわけで今日もトップページのおすすめから来た方、よかったらねチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回はですね大型アップデートが来ましたので、そちらの内容をね確認とパッチの内容の検証をねしていこうと思います。はい、でまずですがコレクションイベントカオスセオリーの報酬の方を見ていきますか。武器チャームとホライゾンの迷彩ですね。あとはエヴァのレジェンダリーの迷彩、あとはクレーバーの迷彩とかですね。なんか日本のこう甲冑みたいな感じでかっこいいですよね。あと今通常のカジュアルマッチがリングフューリーというモードに変わっております。これがどういうモードなのかっていうのを実際にプレイとかね、この後また確認していきましょう。まずはパッチノート内容の検証していきますね。まずこのコースティックのガスですね。これはもうほんまに弱なってると思いますね。5ダメージしか入らないっていうものですね。まあ運営的には動きが遅くなったりするから十分強いって言いたいんだろうけど、まあちょっと正直厳しいですね。今回の CR カップのカスタムでもコースティック使ってる人ほとんどいませんでしたね。まあそれはもう弱体化を受けることが確定してたからもう使ってないっていうチームも多かったんじゃないかと思います。で戦術アビリティだけじゃなくてウルトの方なんですが、はい、こちらも、5ダメージしか食らえません。以前は6、7、8、9、10、11、12、12、12っていう非常に強力なダメージを与えられたんですが、今は5ダメージだけというわけで、もうこれラウンド5、6と最終アンチでウルト投げても全然痛くないです。だからまあもう CR カップあとは様々なスクリームで使われることが相当減ると思いますね。正直今コースティック微妙すぎますよ。あとはコースティックのウルトがですね溜まるのが2分半から3分半に増えてるんで、より一層コースティックが使われなくなると思います。続きましてパスファインダーの小柄属性の削除に関してですね、フラットライはですね通常19ダメージですが、今パスファインダーにフラットライを打ったところ19ダメージが入ったので小柄属性が削除されてることが分かります。19、あ19だ、小柄削除されてる。続きましてジブラルタルの弱体化ですね。今ドームシールドの中で回復が早くならなくなっておりますね。はい、このようにドームを耐えてシールドバッテリーを使ってもドームの外にいるときと中にいるときで回復速度が変わりません。これ非常にねドームが弱体化されております。またホライゾンのウルトが溜まるスピードが2分から3分に増加しておりますね。これは特に検証することはないですね。3分になっているということです。続きましてレブラントの強化内容を見ていきましょう。強化内容は、ミラージュでリスポーンするとき透明化するんですが、そこにサイレンスを当てるとミラージュが浮かび上がるようになったという強化、あとはオクタの自動回復をなくすという強化になっております。実際見ていきましょう。あ、自動回復しないっすね。ほんまや。でサイレンスが消えると、ああでもちゃんと回復するわ。あのね、続きましてワットソンの強化ですね。ワットソンはパッシブで勝手にシールドが回復していきます。はい、今見てもらったら分かるんですが、まあかなりスピードとしては遅いものになってますね。1秒で 0.5 の回復なんで、全回復するには 150×2、300秒、5分かかりますね。5分あればレベル5アーマーが全回復する計算になります。はい、で、ここで気になるのが、レブラントのサイレンスをワットソンに当てた時に、オクタの自動回復機能がなくなるように、ワットソンのアーマーの自動回復もなくなるんじゃないのっていうのが気になりますよね。早速検証していきましょう。でサイレンスを当てるとその間は一切回復しないかどうかちょっと見よう。全く回復してないね。しない。はい、というわけでレブラントのサイレンスをワットソンに当てるとオクタン同様にワットソンもアーマーの回復がされなくなるということでした。はい、で次気になるのはワットソンってそもそもウルトのインターセプターパイロンの中にいるとアーマーが自動回復する仕様があるじゃないですか。じゃあワットソンのインターセプターパイロンの自動回復とワットソンのパッシブの自動回復が合わさればさらに早く回復するとか併用できるのかっていうのが気になると思うんですよ。そこを見ていきましょう。じゃあここから用意飛んでね。よいしょ、走ってね。じゃあまずアーマー破壊します。いくよ、ダッシュ。で、はい、これでどっちが早く回復するか見ます。あ、回復してんな、ちゃんと。ワットソンの方が早くね、やっぱ。ワットソンの方が早いわ、全然早い。あ、全然早い。じゃあワットソンのパッシブのアーマー回復とインターセプターパイロンは併用できるってことでいいよね。
これ明らかに差が出たよね、うん、これね。続きましてランパートの微強化になってますね。以前までこのバリケードにグレネードで200ダメージ入っていたんですが、100ダメージ変更されてるはずです。はい、100ダメージですね。一発では壊れなくなっていますね。少し強化されております。でシーラですね。シーラに関しても前回まで175ダメージ入っていたんですが、はい、今は100ダメージということで、こちらも一発では壊れなくなっております。まあ微強化ですね。はい、続きまして武器の変更点見ていきましょう。一番気になるのはね、もうマスティフですよね。思った以上に微妙やと思います。今までこのラビン人形は2発で倒したのは3発になっています。これ結構きつい、ほんまにきついですね。まあ、これぐらい離れたらもう55っすね。はい、4発スキルです。で最大ダメージが減ってるということは、当然カスダメージのダメージも減ってます。実戦でマスを理論に出すのって結構難しくて、やっぱりカスダメージもみんな出ると思うんですよ。そしたら、まあ、大体こんな感じになっていくんですよね。まあ、それで弾数が増えたわけでもないんで、まあ、ここまで来ると正直エヴァ8でいいんじゃないのっていうのはもうほぼ明確ですよね。はい、明らかにエヴァの方が強いですね。タイムトゥーキルも同じです。同じっていうかエヴァの方が早いです。ただ一応マスティフレートが少し上がっております。 1.0 から 1.1 に上がってるんで、最大レートでこれぐらいですね。はい、少し上がっております。続きましてウィングマンの強化が入っております。弾数が1発増えておりますね。何もない時は6発、拡張レベル1で7、レベル2で8、レベル3で最大9発となっております。続きましてヘムロックの弱体化ですね。腰ダメの精度が下がっております。まあ、ヘムロックは昔からね、腰ダメ精度がむちゃくちゃ良くて、もうこれぐらい距離でもね、もう腰ダメで倒せるぐらい精度が良かったんですが、今はどうですかね。えっ、ちょっと思った以上にヘムロック腰ダメ精度下がってますね。あ、ダメっすねこれ。あ、そうですか。あー、これはエグいですね。最初の方はまだマシですけれども、後半クロスヘアが広がってくるともう目も当てられないですね。はい、昔はこの距離全然倒せたんですが、ヘブロックもう腰ダメじゃ無理ですね。まあ、普通に A ですしましょう。続きまして金のフルアタッチメント武器、金のスリーオンや金のスピットファイアのサイトが2倍サイトが表示になったんですが、こちらすぐに金のスリーオンとかゲットできなかったんで、こちら検証できませんでした。ただ金武器のサイトを自由に入れ替えることができるということに関しては検証できております。こちらプラウラーのクリップになります。はい、これここにプラウラーがあります。デジスレを外します。はい、デジスレちょっとプラウラーに2倍サイト付けさせてよ、これ金に。誰か何でもいいぞ。お、じゃあこれで金のプラウラー、金のプラウラーとかプラウラーは金武器なんですけど、もともとこれに2倍がつくと、はい、プラウラー2倍だ。おお。続きましてバグ修正で気になるところを見ていきましょうか。はい、まずレイスの虚空キャンセルですね。レイスが虚空動作中に壁登りモーションすると虚空がキャンセルされてよく死ぬっていうことがあったんですが、それが治ってるそうなんで見ていきましょう。空間転移大丈夫か。まあ、確かに虚空動作中にこうやって乗り越えることができるようになってますが、このように間違って虚空がキャンセルされてしまったことまだありそうですね。これはまだ実在するようです。気をつけてください。あとはクリプトですね。ホロスプレイを出してドローンを素早く出すっていう裏技があったんですが、あ、できなくなっておりますね。はい、修正されております。はい、あとはサーティサテリピーターですね。サーティサテリピーターは前段打った後、はい、武器を捨ててすぐ拾えば前段リロードされるっていう裏技があったんですが、はい、前段リロードされませんね。はい、こちら修正されております。マスティフに関してもはい、こちらも0発のままになっておりますね。こちら修正されております。はい、続きまして前回紹介したパッチノートには記載されていないサイレントバッジ裏アップデが一つあるので、そちらも紹介します。何かっていうと、ジブラルタルの弱体化ですね。先ほどのドームシールドとは別件です。ガンシールドの弱体化が入っております。そもそもガンシールドって耐久値50あるんですね。50までダメージを防ぐことができるんですが、それとは別に50以上のダメージを1回防ぐっていう機能もありますよね。例えばマスティフ、ピースキーパー、あとはクレーバーなんかを完全防御するっていう機能があったんですが、今回のアップデで50以上のダメージ貫通するようになりました。つまりクレーバー防ぎません。しっかり貫通します。あら、うわ、ジブ弱くね。センチネル打たして。へえ。続きまして新モードのリングフューリーと新アイテムのヒートシールドについて確認していきましょう。はい、
OK で、これで作ります。はい、調整します。はい、早っ、ね、めっちゃいい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 。じゃあこれでさ、ジムのドームシュート試してみようよ。あー、 OK、この中で、さらにドームだけますと。これで調整したら、あれ遅だった。オッケーオッケーオッケー。じゃあヒートシールの中にドームを焚くと遅くなる、ドームが適用されるってことで了解しました。やばで、こんな感じの医療キットの回復は非常に早くて 25% だって。あ、 50% だったですね、回復は。はい、これ何もないところで医療キットを使っても早くならないよね。はい、いや、何も早くならないです。何も早くならないですね。じゃあ、あくまでこのヒートの中で効果が出るということで了解です。ガチアン違いでダメージ受けるかとか見たい。俺ルーさんに CR カップで順位、ルーさんより上位だったら、ルーさん CR カップの話はやめましょうよ。CR カップの話はやめましょうよ。出ねえんだわ。あ、出ないですか。お前も喋るな。アン違いになったらね、これは耐えてるよ。あ、なんかやってる、ちょっと待って。アンチダメージ受けないんだけど。やっぱ強いじゃん。あ、違いたいです。はい、で、まとめますと、ヒートシールドはリングフレアのダメージもゼロにするし、アンチ外のダメージもゼロにします。で、アンチ外やリングフレアの中でヒートシールドを焚くと、蘇生速度が 25% アップ、回復速度が 50% アップとなるようでした。で、このヒートシールドは最初から2個持ってます。絶対持ってます。で、なくなってもレプリケーターで使えることができます。50円です。はい、じゃあ最後にですね、このカジュアルでの仲間を補充、これをチェックボックスを外した時にトリオに行くとソロになるのか確認していきます。マッチしました。あ、完全ソロですね。はい、トリオモードでソロで始まりました。このモードのせいで19部隊残存47人で始まりましたね。実際であれば57人のはずが、ちょっと人数が減ってます。これはどうなのかなってちょっと思いました。死にます。はい、というわけで今回のアップデ検証の動画は以上になります。役に立ったよって方ね、高評価よろしくお願いいたします。で、明日以降まだサイレントパーツとか見つかったら紹介していこうかなと思っているんで、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。